こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、水掛け論についてちょっとお話をしたいと思うんですよ。この水掛け論という言葉、知らない方はまあいないと思うんですけども、なんか、ね、水をお互いに掛け合うみたいなところはね、水掛け論という言葉から類推できると思いますけども、正確にその由来をご存知の方ってあまりいないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それはですね、まあ、ある一組の、まあ、夫婦なのかな、お隣さん同士が、こう A さん B さんって言いますよね。で、農家をしてたんですよ。それでね、農家をしていて、こう川の流れがあって、そこからね、自分の田んぼに水を引こうと思って、こう掘りを掘ってたんですよね。で、 A さんがやったら B さんもそれをやりだして、この川は、おい B さんよと、この川を俺のところに水引こうと思ったのが俺のだよって、ね、B さんは B さんで、そんなことないよ、この川は私のところに、こう田んぼにね、水引きたいんだから、うちに引かせてもらうよって言って、おいまじ、ちょっとやめろよ、そっちこそやめろよみたいな感じで言い争ってるわけなんですよ。で、しまいには、もうお前この野郎、水でも食らえって言ってからね、その A さんは B さんの顔に水をかける、 B さんは A さんの顔に水をかけるってことで、延々と水路の工事は進まなかったっていうことなんですよ。転じてですね、大事なことがあったのに、それをそっちのけで別の議論に集中してるってことを水かけ論って言うんですよね。ですから炎が燃え盛ってるわけではないんですけども、でもやっぱりね、私たちが水かけ論という言葉からいろいろ想像すると、なんかその水をかけ合ってね、火が消えない姿っていうのがね、想像できるのも致し方ないところかなと思います。まあ、という感じでですね、なんかその、まあ、知ってるつもりって番組昔ありましたけども、本当にね、私もね、たくさんのことを知ってるつもりだったんで、改めて調べてみると全然違うやんみたいなことが結構あるわけなんですよ。で、もう一つ例を出しますね。あの、流れに竿を刺すって言葉がありますよね。これはですね、物事が順調にいってる時に誰かがね、一つの意見を言うんですよ。ちょっと待って、例えば今オリンピックやろうやろうよっていう中で、ちょっと待ってくださいよと、感染拡大したらどうするんですか、お前流れに差を刺すようなこと言うなよっていうわけなんですよ。要するに、順調に流れている物事になんか反対意見を述べることによって、ちょっとね、ケチをつけるみたいなことが流れに差を刺すっていうんですけども、これもね、実はね、もともとは全然違う解釈だったんですよ。由来ってのは、流れに差を刺すってのは、本当に船頭さんがね、川の流れに沿って、この流れの上に船を浮かべて、バーってね、勢いよく進んでるわけですよ。で、お客さんがね、船頭さん、もうちょっと早くお願いしますって言って、あいよーって言ってからね、竹竿を流れに刺してこう漕ぎ始めるんですよ。だから、よりスムーズにその流れに乗って物事が綺麗に進むっていうことが、流れに竿を刺すっていう意味なんで、結構ポジティブな言葉だったんですよね。でもね、現代人はなぜかね、逆の使い方するんですよ。流れに竿を刺すって言ったらね、なんかケチをつけてね、物事がスムーズにいかなくなる様子を表現したりしますよね。いや、こんな感じでね、ことわざでブラブラ遊んでるのも私が暇であるからなんだろうなと思いますけども、多くの方がなかなか忙しい中で、言葉の源流ってものを調べる暇もなく、多くの方が言ってるであろうということに、まあ、話を合わせてしまって、それがいわゆる常識っていう風になってきてね、たまに正論を言うとちょっと煙たがられるみたいなことがね、あるわけなんですよ。で、今回まさにこの2つのことわざの例を私がね、切々と語ると、多分なんかちょっと煙たがられるのかなって気はするんですよね。例えばね、会話の流れで、ちょっと流れに差を刺さないでよってところで、ちょっと待て、流れに差を刺すって言葉の使い方違うよ君って言ったらね、結婚できない男に出てくる阿部寛みたいな立ち位置になっちゃうのかなと思いますよね。まあ、40になるとこうやってね、いちいちケチをつけたがる、そんな風潮が出てくるというものでございます。ですんでね、私のいろんな動画にケチをつけてくれる方も、多分ね、私と同じような性格であり、私と同じような年代なんではないかなというふうに考えるんですよね。まあ、そういう意味でね、吉谷さん、私はね、この何ですかね、アンチテーゼを投げかける方には妙な親近感を覚えてあったりするんで、たまにこうやってね、やり取りしてみるんですよ。なんか憎めないやつみたいな感じにね、なんかなっちゃうんですよね。もちろん私の考えに共感してくださる方、これも非常に大事なファンですから、今日もね、朝ライブを10分ほどやったんですけども、やっぱ15人ぐらいの方が登場してですね、コメントを書いてくれるわけですよ。で、そこで嬉しいのは、コメントを書いている人同士で横のつながりが起きてきてね、何々さんおはようございます、何々さんおはようございますとかね、そんな感じでやっぱり一つのコミュニティができてるなと思うんですよ。で、そこには速稼塾の塾生さんもいらっしゃれば、塾生じゃない方もいらっしゃったりとかね、あと、まあ、メンバーシップ入ってらっしゃる方もいたりとかで、もう玉石混合みたいな感じで、いろんな価値観といろんな立ち位置から自由に発言してくださるんですよね。まあ、それが私の周りにいる人の姿なんだろうなと思うと、本当にね、私も一つの自由なコミュニティを
作れてよかったなっていうのと、そこに参加してくださる方は本当に恩人だなと思うばかりですよね。うん、ということでね、なんかいろいろ言いましたけども、これ炭酸水ですね。ワインみたいでしょ。これね、108円ぐらいなんですよ。フランスのミネラルウォーター炭酸水らしいんですけども、イタリアかね、海外からやってきた水がなんと1リットルね、100円でこうやって飲めちゃうということですよね。ね、仮にこれをね、私がねイタリアに取りに行って、これだけの水を汲んできて、それで一杯飲もうかなと思ったら、どんだけ何十万かかるんだって話ですよね。時間もかかりますし、本当に世の中ね、良くなったなと思います。こういう意味ではね、こういうところは良くなったと思います。まあ、税金が高くなるとか社会保障がどうとかっていうと悪い面も見えてくるんですけども、結局私たちはこの瞬間、この時代に、この国に生きてきて、どこを見て、どこを利用して生きるのか、どの解釈を自分は採用するのかってことに、まあ、全てかかってるんじゃないかなと思うんですよ。で、基本的にはですね、全てのことにアンチテーゼを唱える慎重論も、まあ、もちろんいいんですけども、極端な話ね、全部をイエスと言った方が私うまく回ると思うんですよ。で、私もこのビジネスをやる中でいろんな案件を紹介していただいたり、そこに参加してきました。でトータルで考えたら、ほとんどのことを鵜呑みにしてよかったなと思いましたよね。損失も出ましたけども、説明された通りのこともあって、トータルで見ると今の暮らしができてるわけですから、警戒してそれはちょっと待ってくださいっていうふうに言うんじゃなくて、まずは受け止めてね、試してみるっていうのが結局はプラスに働くんだなと思いました。ね、あの例のね、あのマトリックスアフィレート、これもですね、結局今振り返ってみたら、ここまでマトリックスアフィレートを使い込んでいるやつは俺しかいないだろうみたいな感じでね、ちょっとマトリックスアフィレートの妙なね、親近感とファンみたいな感情になりましたね。あの事件があったから私はここまで来れましたっていうストーリーも作れそうです。まああんな事件なくてもここまで来れたと思いますけども、でも私がね、あのアクセスに悩む中でこういう方法もあるんだっていうふうな発想になったのは確かですよね。まあ結果ですね、そういうアクセスアップのどっかのモンスターサイトに頼るんじゃなくて、自分でコツコツと YouTube をやった方が安心で確実だなというところですよね。それからというもの、私は千里の道も一歩と言いますか、今日挙げた一本の動画はそのシリーズが3年先の千話につながるというふうな形でやってますね。ということで、何でもかんでも一歩ずつ進めば必ずたどり着けるということじゃないですかね。でケチをつける人っていうのは一歩二歩進まずにですね、ケチをつけることによって立ち止まっているということが私はね言えるんじゃないかなと思いました。吉田さん、今日もありがとうございました。